事業ライフサイクルの図。事業ライフサイクルはエンタープライズアーキテクチャにおいて企業に時間をかけてビジネスプロセス、新技術、新機能の組み込みや既存の要素のメンテナンス、処分や廃棄といった変更をかけていくダイナミック、反復的なプロセスのこと。事業ライフサイクルはエンタープライズアーキテクチャ、エンタープライズエンジニアリング、およびシステムエンジニアリングの重要な概念である。 エンタープライズアーキテクチャプロセスは、プログラム管理サイクルやシステム開発ライフサイクルなどの同様のプロセスと密接に関連しており、製品ライフサイクルに見られるものと同様の属性を持っている。事業ライフサイクルの概念は、エンタープライズアーキテクチャの実装および投資を選択、制御、評価する資本計画および投資管理プロセスを支援する。 これらのプロセスを追っているのは人的資本管理と情報セキュリティ管理である。これらのプロセスが効果的に連携する場合、企業は情報技術を戦略的リソース及びビジネスプロセスイネーブラーとして効果的に管理できる。これらのプロセスが適切に同期されるとシステムは進化的及び段階的な開発を通じてレガシーテクノロジー環境から効率的に移行し、 エージェンシーは投資収益率を向上できる。上の図は時間の経過とともに発生する動的サイクルと対話型サイクルの相互作用を示している。エンタープライズアーキテクチャプロセス。すべてのエンタープライズアーキテクチャの開発の前提条件として各エージェンシーは EA を開発する必要性を確立し、ビジョン、目的および原則の定義を含む戦略を策定する。 必要がある。この図は EA プロセスの表現を示しています。経営幹部の賛同とサポートを確立し、組織内にアーキテクチャチームを作成する必要があります。チームはエージェンシーのニーズに合わせたアプローチとプロセスを定義します。アーキテクチャチームはベースライン EA とターゲット EA の両方を構築するプロセスを実装する。アーキテクチャチームは 詳細なギャップ分析に基づいてシステム、アプリケーションおよび関連するビジネスプラクティスの移行に関する CE 検出計画も生成する。このアーキテクチャは優先順位が付けられた段階的なプロジェクトと新しいテクノロジーの挿入を介して CEPIC よびエンタープライズエンジニアリングとプログラム管理のプロセスで採用されている。最後にアーキテクチャは エージェンシーの現在のベースラインとターゲットのビジネス観光、組織の目標、ビジョン、テクノロジー、及びインフラストラクチャを反映するように継続的に変更することで維持される、どうでフアーキテクチャのライフサイクル。この図は、アーキテクチャが進化するときのアーキテクチャの寿命を示し、実装されたアーキテクチャの開発、分析、及び進化において、 アーキテクチャ技術がサポートするプロセスを示している。この図では、運用ビューを使用して、システムビューに対して評価される要件を推進している。運用上の欠陥は、分析から導き出され、実行可能な候補が特定されます。これらの候補は、資材、または非資材ソリューションのいずれかの形式を取ることができ、アーキテクチャの運用ビューとシステムビューに、モデル化される。 アーキテクチャが再分析され、運用上の欠陥が最小限に抑えられるまでプロセスが続行されます。実行可能な候補の最終セットは、運用上の実行可能性について評価されます。評価の結果に基づいて、設計変更が行われ、予算編成プロセスに含めるために提出されます。開発、分析、および変更のこのプロセスは、 アーキテクチャのライフサイクル全体を通じて継続される。チーフ事業ライフサイクル活動事業ライフサイクルは企業にまたがる管理、ビジネスおよびエンジニアリングのライフサイクルプロセスを統合してビジネスと IT の活動を調整します。事業ライフサイクルとは一般に企業の使命をサポートするためにビジネスおよび技術観光の継続的な更新中にアクティビティを管理し、 意思決定を行うための組織のアプローチを指します。これらのアクティビティには、投資管理、プロジェクト定義、構成管理、説明責任、及びシステム開発ライフサイクルに従ったシステム開発のガイダンスが含まれる。事業ライフサイクルは、企業全体の計画活動と意思決定に適用されます。対照的にシステム開発ライフサイクルは、通常、 個々のシステムを構築するためのプラクティスを指します。構築するシステムを決定することは企業レベルの決定である。右の図は事業ライフサイクル手法の概念的なアクティビティを示しています。このドキュメントのコンテキスト内では事業ライフサイクルは特定の方法論、または特定のビューローのアプローチを指していません。各組織はその規模、企業の複雑さ、 およびニーズの範囲に適した文書化された事業ライフサイクル方法論に従う必要がある。米国保険者回復支省の事業パフォーマンスライフサイクルの図。事業パフォーマンスライフサイクルは最高情報責任者のオフィスの下で実行される主要なビジネス機能を網羅し、特に様々なビジネス機能間の関係、および一般的な順序と実行の反復性の両方を 高レベルで示している。図に示す、一ルク概念図の中央にエンタープライズアーキテクチャを配置することは、事業パフォーマンスライフサイクルの主要なビジネス機能に、対してエンタープライズアーキテクチャが果たすサポートと有効化の役割を反映している。エンタープライズアーキテクチャプログラムは、EA フレームワークの開発と拡張、EA リポジトリへのデータの収集と入力、およびビュー。 レポート、分析ツールの開発において、事業パフォーマンスライフサイクルプロセスの情報ニーズを明示的に考慮する。イップルクプロセスの実行を容易にするために使用される。図のイップルク概念図は、主要なビジネス機能の部門別の視点を提供する。イップルクは、新しい投資がイップルクの各フェーズを通過するため、個々の投資、またはプロジェクトの観点からも関連性があります。 投資レベルの観点は事業パフォーマンスライフサイクルフレームワークで詳しく説明されている。ありがとうございます。